はい、皆さん、今度です。あかりです。温泉行くぞグッズが販売できてね、うん、そのお祝いみたいな感じで。そうだね。貸切温泉がね、うん、愛知県の南知多っていうところにね、はい、ちょっとあるんで、そこまでドライブして、うん、まあ、二人っきりでね。そうだね。温泉入ってね、はい、お祝いしようという日です。はい。最近ね、あんまりやっぱ外出れてなくて、はい、父ちゃんもね、すごいストレスが溜まってて。マックス。そうそうそう。マックスです。あとずっとね、もうほっといたら2時間ぐらい帰ってこないんじゃないかってぐらい散歩行くから。いい天気だなぁ。すげえいい天気、ほら。すげえいい天気ですよ、今日は。自然にドライブ日和。ああ、ドライブ日和。いいね。なぁ。ずっとグミ食い寄る。じゃあ、あのね、この呪術廻戦のファイルがさ、グミ3つ買ったらもらえるの。何個買ったの？どこか。あ、落ちた。いやお菓子とね絡めてくるのはずるいよね。まあお菓子だし食べるしいっかみたいな気持ちで買っちゃうから。温泉行きまーす。めっちゃ綺麗なの。めっちゃいいやん。海は広いな、大きいな。オチだな。着いたぜ。お立派。楽しみだな。なあ最高だぞ。なあ最高最高。嬉しいな。嬉しい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 。邪魔します。おー、何見てんだ。火縄銃。激渋だな、じゃん。もう行くぞ。こういうの楽しいね、これ展示してあるやつ。3階の加点だ。来た。おーし、貸し切る露天風呂。ここだ、加点。すごいな。行くぞ。行くぞ。やった。うわー、加点します。税の卓だ。いいですね。すごい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 。うおー、おいいですね。うわすげえすげえ、すごい上がるぜ。いきます。お願いします。おおおおすげえ。おおすげえ、すごい。おおなんかエロい、なんかエロい。おおすごいねえ。うわこれは上がるな。じゃ開放感半端ないな。すごい寒いな。よし、入ろう入ろう。後ろ見たら、あのおケツ丸出したからさ。こう、カニ歩きじゃない。おー、せだせだ。わー、すごいね、気持ちよさそうだ。行くぞ。はい。おー、あったけ。あったけ。おー、気持ちいい。ケツ見えてる、ケツ見えてる。あったけ。こっちはケツ見えてる。あ、めっちゃ気持ちいい。気持ちいい。あ、めっちゃ気持ちいい。わあ、たまらん。やばい、天国だ。やばい、あーちゃんも早く入るか。おいでおいで。はい。なんだこの絵面。なんだこの絵面は。気持ちいいな。気持ちいい。めっちゃ広い。歩く前進みたいになってる。そうそうそう。すげえ足伸ばしてる。敷地温泉だから、ここに来るまで一人にしか会ってないからな。そうだな、めっちゃ楽。めっちゃいいな。めっちゃ気軽だしな。まあ旅行とかやっぱ行けないからさ、こういう貸し切りはやっぱちょっと普通よりはね高いけど、いいな。いやいいね、これは本当に千と千尋であったよな。なんかこんなさ、なんかひよこの神様たちがさ、ね、こんなところに入っていかなかったっけ。なんかあったあった、あれだな。一緒。この温泉がさ、今までで良かった。行ってみてほしいところで言うなら、秋田県の河原毛滝が温泉になってるところやな。はい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 、秋田の。あそこやばいよな。よかった。あそこね。もう滝がお湯っていう。そこに入るみたいな。野生があふれる温泉。そうそうそう。そう古からありますみたいな。あそこよかったね。やばいやったな。あちゃんは。いっぱいあるんだけど、でもやっぱ秋田かな、でも。乳頭温泉が、ね。はいはいはい、よかったっすね。めちゃくちゃ辺鄙な場所にあるけど。すごい。輸出が違うのが分かる。いや、もうあそこは。そう、あそこはこんちゃんでも分かる。いや、分かるわ。ここは違うってなるよね。あそこはやべえってやる。そこはよかった。ああ、気持ちよかったな、あいちゃん。もうダメじゃん。もうお風呂入ったからすごい眠いじゃん、もう。
自由だな。海鮮丼、焼き牡蠣、大あさり焼き。おお、暑いぜ。なあ、昼飯だ。え、しようかな。テイクアウトしようぜ。なんかいっぱいあるぞ。なあ、うまそう。なあ、よだれやばい。なあ、ああ、どれしようかな。選択肢。お持ち帰りお待ちのお客様どうぞ。はい、ありがとうございます。はい、すいません。ありがとうございます。やった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 。行くぞ、あいちゃん。強奪じゃね。待たれよ、待たれよ。車の中で食おうぜ。どうしよう。はい、おいおい、オーシャンビュー。なんかに阻まれてる。よいしょ、よし、飯だー、飯だー。うわー、うわー、最高だ、最高極まりない。これは最高極まりない。よっ、おお、美しい。あ、いい匂いする。なんか綺麗だな。何これ。見てこれ。うわ、美味しそう。イクラサーモン丼、最高だな。最高だぜ。からのからのからの市場で買ったんすよ。はい、ね、そう、おいサーモン最高だよ。おいさー、おいさー。私服、私服だな。私服。ちょうどね、キャンプギアだけは積んでるんでね。はい。めちゃくちゃノルウェーさんって書いてある。バリクソノルウェーさん。愛知じゃないっていう。市場で買った意味。ノルウェーのサーモンうまいんでね。そうだな。そうそう、もう関係ないっすよ。その地元の海苔とかもう、そうそうそう、いや大丈夫。こういう、ね、ええ。ナイフちっちゃいな。ナイフがちっちゃいな。切りづれえなこれ。一人5切れだ。最高だ。スペシャルな海鮮丼に進化だ。着丼。うわー、スペシャリティー。スペシャリティー。いただきます。いただきます。たまらん、たまらん、最高。とろけるわ。うわー、いくらー。おいしい。チープーチープーですね。あ、海の幸うめえわ、やっぱ。あ、おいしいな。たまらんわ、マジで。なんか本当はね、他の海鮮屋さんに行こうとしてたの。どんまるっていう。あ、そう、どんまる行こうとしてたんだよね。うんうんうん、1個500円とかで食える。そう。品数が恐ろしいほどある。どんまるっていうお店が結構あって。そう、なんかね、福島に行った時に初めて知ったんだけど。そうそう。病みつきになって。やべえぞ。ばあちゃんなんか、わけわからんやつ食ってたよな。いくら丼買って、うん、さらにいくらをトッピングしてもらって、うん、その上から持参のマヨネーズをかけるっていう。そう、もうめちゃくちゃわけわからん。もう、海鮮丼とは思えない見た目をしてる。贅沢飯だった。そう、丼丸行きたかったんですけど、今日休みやったんですよね。そう。そう、まあでもこれはこれでうまいんで。美味しい。ごちそうさまでーす。最高の休日だ。最高だというわけでですね、はい、はい、まあね、これグッズの販売記念というところでね、うん、グッズ販売もう一旦終わっちゃってるんですけど、これ出す頃には。そうだね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでね、はい、今日はこのままお家に帰って、そうだね、ゆっくりしようと思います。はい、はい。貸し切りの温泉いいやんと思った人は、はい、チャンネル登録と、あ、寿司も美味しそうやんと思った人はチャンネル登録と、これからよろしくお願いします。お願いします。さあ、ければまた次回、バイバイ、はい。あ、雨はあれ違うの。違う、違うの。言葉で一つ。何これ。